どうもテラリアンの皆さん、今回も今回とて、ライフクリスタル集め。前回、霊夢が釣ったクリスタルを使って、私の HP が180になった。HP が200になればクプルフのメトゴブリンが来る。ゴブリンの旗も HP200 条件だったし。あれは本当に予想外だったよね。マジで初めて知ったからな。変な知識がどんどん増えていく。普段の世界で応用、できなさそうだよな。それと素材溜まったから、グラスブレード。剣から何かトゲみたいの飛んでるね。 1.4.4 で追加された能力、壁貫通もすれば若干のホーミング性もあるトゲ。剣自体の判定も大きくて強いはずだが、収束子が小さいついてるんだよな。優秀な点を1個潰した。それで下に来て、レミリアも松明の神進める。次、世界全員ぶりかな。だいぶ久々。マジで始まる条件謎だけど、なんか松明の計算が変にカウントされる時があるらしくて、そのせいでカウントが変になるっぽいにょん。始まった直後に1回攻撃受けた。まあなんというか、一番よくわかってないイベントだよな。あんまいまいち認識してない。他の人の回避を眺めてられるの楽でいいね。完全に見せ物にされてない。見せ物小屋の動物に餌はもう必要ない。スエルさん、まあレミリアは HP 増えてるからね、3発ぐらい耐えれる。割と HP 減ったけど、終わったかな。というかトーチゴッド、正確には 1.4 追加じゃなく、1.4.0.5 らしいんだよね。めっちゃ刻んだバージョン数だな。1.4 で松明の運が追加されて、それで運が下がるのがめっちゃ不評で。まあいちいち松明変えてられないしな。それの対処的な感じで追加されたっぽい。1.4 当初からあったと思ってたけど、そんな悲しい歴史があったのね。それ以降、松明で幸運が下がることはなくなったみたい。0か、もしくはプラス 0.2 になるからしいな。なんかまあ正直、ラックは分かってないけどね。影響が目に見えないからな。そこもありそうだぜ。まあとりあえず釣りに帰る。私が草を壊すから。私が出てきた虫を速攻捕まえる。実質これで金の虫は見つかってるのと同じ。超強引な理論すぎる。これで虫集めたら、雨降ってるし全力で釣り。そしたら全力釣りタイム。雨も降ってて、時間帯も釣りパワーが上がる時間。だからって釣れるわけじゃないんだけどね。金クレートの確率マジで低くない？一応ジャングルの木箱は来たが、成長の杖か、グラスファイバー釣り竿、出てきたのはブームスティック、銃だな。ただその銃持ってたら、ワンチャンさ、武器商人がやってくるんじゃない？シャドウオーブないから無理だと思ったけど、ブームスティックも銃、確かにいけるかも。テラリアモッドのこと思い出すな。あの世界もこんなことしてた気がする。そしたらジェル系カブトワラで A 作成。フラミンゴもちゃんと設置しておいて。これで A パワープラス15ね。A パワーとかいう意味不明な数値作るな。それでまあ、釣りしてたんだけどさ、私が暇になってきたから一旦来て。こないだ一日中釣りしてたからな。おかげで私、HP180 だけどね。武器商人とブラッドムーンが来るまで、規定待機もあり。ブラッドムーンが来れば釣りパワーが上がるだけじゃなくて、巻き絵とかのアイテムも手に入る。9分の1、まあ、来るだろ。11% だしね。全然余裕で来てくれる。あ、もうなんか嫌な予感しかしない。まあ現状やることとしては釣りか規定だよな。序盤からずっとそうだったけど、マルチじゃないと精神崩壊する。本当にずっと作業作業作業だからね。しかも全作業だいぶ運絡みだしな。爆弾持ちのスライムから始まり、木材採取にライフクリスタル。むしろサクサク進んでる方かもね。最初のスライムとか結構早く来たしな。ただ、デーモンの釜回避が地味にしんどい。小指を火の玉にぶつけて死んだわ。追い込み量みたいな死に方したな。そういえば思ったんだけど、保育でブロック貫通みたいのできたよね。確か。そうだね、いけるはず。それ作れば釜の回避楽なんじゃない？保育を初めて使うのがまさかのスカイブロックっていうな。もうなんか手段を選んでられないわ。使えるものは全部使わないとね。持てる手段すべてを動員してなんとかする。結局どれだけ頑張っても最後は運だけど、奇跡でも起きないとマジできついよな。前のスライムレインとかまさにそれだしね。ということで、出来上がったものがこちらです。テラリア3分間クッキング。一番ヤバいやつが詰まってない？指定スライム、マジで厄介だよな。これで死体動機を押しながら横移動すると壁を貫通して移動ができる。完全にデーモンを貫通できる。いくら来てもこれなら問題ないな。それでその後も地底で作業しつつ、この日はこれぐらいで終わりにしたわ。ってことでカットして、別日だな。スローよ金箱の森に戻ってきたわ。どうもり最新作は空島が舞台。実質この動画はリーク映像だから、任天堂に消される日もそう遠くないわけだな。マジでラスト1個のクリスタルが来ない。まああと1個でイーブン。気は楽楽
なのかな？って待って、この赤いのは。ブラッドムーン来たー。9分の1、なんだかんだ車で長かったな。よし、そしたら釣りをしようか。結局釣りからは解放されないのね。早速敵、目玉の擦れたと同時に死んだけど。HP 低すぎて2発で死ぬ。こいつら、もっと HP 多いこと想定されてる敵だろうから、擦れたとしても普通に撃破きつい。HP も多いし、大した遠距離武器もないしな。ただなんか、ハマってくれて逃げる様子ない。壁貫通だけで倒せたりしないかな？さすがに動き回っててそれだけはきつそうだな。まあ普通に近づいて、なんとか戦闘。1.4.4 強化のグラスブレードがかなり強い。前までただの素材だと思ってたぜ。この世界じゃ素材にすらならないけどね。単体で強いからまあいいでしょ。お、吸血カエルの杖ゲット。ブラッドムーンの敵から落ちる召喚武器。見た目がキモ。いや可愛い。サラダに入れておこうかな。そして敵の次は、金の箱。ブラッドムーンの敵から落ちる弓が強いんだよね。ブラッドレインボー、ダイダロスストームに似た性能の弓にょんね。ボス戦って結構役立つ。やばい、また急に敵。敵が釣れるたびに全滅するシステム。HP 低すぎて釣れたと同時に死ぬ。あとはブラッドムーンの釣り竿とかも欲しいけど。まあ基本何が落ちても優秀って感じだよね。巻きえバケツ、釣りパワー上げれるアイテムだな。マジで大体のドロップが優秀。それで思ったけど、これそもそもさ、遠くに投げて釣りすればいいだけだよね。足元で釣ってたから即死だった。冷静に考えたらその通りだよな。ゾンビマーマン、こいつも結構硬くて HP 多い。ただブラッドムーンのこのアップでは結構いいよな。1.4 追加で言えば一番好きかもしれないぜ。ハードの敵もいい感じに不気味でいいわよね。逆に墓場バイオームの色は許さない。完全に投稿者的な理由だけどな。動画にすると見づらくなるからって理由。テニス世界でも思ったけど、これだけやっても、まだ全然知らない要素もある。割と冗談抜きで無限に遊べるよな。マジで世界で一番コスパいいゲーム。PC なら1000円。セールで500円。レミリアやられたけど。ゾンビマーマンも撃破。そんなこんなで、ブラッドムーンにも釣りしまくって、釣るたびにどっちか片方が死んで。気づけば周りが墓場バイオームだな。ブラッドムーン終わっちゃったわね。巻きえバケツと吸血カエルの杖2つ。ブラッドペアーもゲットしたし、またいつか起こせるな。9分の1。来てくれてマジで助かった。そしたら墓場を壊しまって、空からスライム降ってきた。ブラッドムーン終了直後にスライムレイン。金スラ1回撃破済みのスライムレインは、50分の3、つまり 6%。11% の直後に 6% を引き当てた。ここまで運良かったらもはやさ、さっきの金の箱からクリスタル出るんじゃない？あいえいえなんでー。どうも、ライフクリスタルさん。これで、私 HP200 にできるじゃん。金の箱からライフクリスタルが出る確率、12.5%。金の箱自体レアだから。とんでもないことが起きてますよ今。確率がマジでヤバすぎるだろ。ざっくり計算して 0.08%。 1万分の8の確率。それにさらに金の箱が出る確率を考えると、いやマジでこれヤバいかもね。今までで一番の奇跡を起こしてるだろうな。私がキングスライムの騎乗アイテムなかったから、金スラとも戦いたいって思ってた。レミリア用に茨のチャクラムとグラスブレードもう一個作成。あとはスライム処理して金スラ倒すだけだな。いやーマジで、パート8まで頑張ってきてよかったわ。一気に苦労が報われた感じするよね。キングスライムがやってきた、が、まあ別にそこまで苦戦することはないだろ。普段は物欲センサーってネタよくしてるけど、これはもうなんかネタにならないレベル。確率がとんでもないことになってるよね。来て欲しいランキングトップ3の出来事が、連続して全て発生したからね。全ての欲しいものが全部来たよな。今欲しいものリスト公開したら全部買ってもらえるかな？例のホタルイカのやつとかでしょ？まあ当然は当然だが、金すらは苦戦しなかったな。デーモンアルターなくてこっちから召喚できない。だからマジで来てくれたのはありがたい。それでトレジャーバッグゲットして、開けたら私もスライムの騎乗アイテムゲットした。いやマジで最高。今までの動画で一番運いいでしょ。そしたらあとは目玉とゴブリンって感じ。レミリアさん、え、なに？なんかあった？私の画面だと地面貫通して落ちていった。テレポートしてなんとか戻ってきたな。それで私、魚をずっとインベントリに入れてた。私一人で釣った魚の総数がこちら。これを足し算して、合計、2742匹です。私の分も足したらこうなるわね。合計で3313匹。3500回ぐらい釣って、クリスタルが5個、我ながら気が狂ってるとしか。そしたらあとはクツルフの目玉が来るのを待ちつつ、スケルトロンの足場作成しようか。ただまあさすがにまだ火力不足。な気はするけど、難易度エキスパート、正直どうだろうな。私は、いけると思ってるわよ。時間切れになっても最悪ゾンビすればいいか。久々にゾンビができる世界だからな。とか言ってたら、武器承認来たね。スケルトロン目前、ナイスタイミング。
釣りしてても全然来なかったから、釣り人みたいに条件あるのかビクビクしてたぜ。金なら幸いだいぶある、買い放題ね。敵狩りでも釣りでもかなり集まったからね。玉も一人2000発ぐらい買って、なんなら銀の弾丸にする。しっかり祈りも込めておかないとな。幸運を、死に行く者より敬礼を。スケルトロンには愛着作用がいいんだっけ？それは最近生声チャンネルで始めたロボトミーコーポレーションの話だろ。概要欄から動画を確認できるんだっけ？解説をするとこれは露骨な宣伝にょん。スケルトロンの骨だけに、ね。それじゃあ今回はこの辺りで終わろうか。次回から、一気に進展していくぜ。それではご視聴ありがとうございました。